はい、でフリーの人はあの顔をつけて水平姿勢しっかり作った状態ね。でその状態でしっかり進むようにね、はい、だから あまり大きいキック打ってしまうと進まへんからね。熱いなこうはい、こうよーい、はい、これを15メートルまでの、キックダッシュで行ってます。はい、でこれを、4本、50秒サークルで行ってます。はい、あ、いいね、 OKOK、ま、後ろにしっかり蹴り込めてるんで、はい、はい、まあ、どっちかいたら、まあ、水をね足の甲でちょっと押すっていうような感じでね、ちょっと意識してあげるか、まあ、ちょっと斜め後ろに叩くっていうような感じで、あの 水の上に上げる人は叩くっていうような感じで蹴ってあげると進みやすい傾向にあるんで、あ、いいね、オッケーオッケー、はい、はい、でなるべく小さく早くね、はい、後ろ後ろ後ろにね、はい、はい、こうよーい、はい、OK、あと2本ね、あと2本やけどこの3本目で動画切りますね。はい、でしっかりあの水平ね、ちょっとあのお尻と太ももの裏をちょっと浮かすというようなあのイメージでいくと、あのすごくボディポジションが高くなりやすいんで、はい、はい、OK、一回切ります。でこの後に、スイムダッシュをちょっと入れて同じボディポジションでいけれるように持っていきたいと思います。